福島県115期の浅見祐介です。中学校の頃に行ってたジムに競輪選手の方がいて、その一生懸命やってるトレーニングしてる姿に惹かれて、いろいろお話を聞かせてもらって、競輪選手は自分の努力次第で上にも行けるって言われたので、それに惹かれて目指しました。優しいところです。やっぱりみんなオンとオフができてて、競争の時はその闘争心があるんですけど、もう終わってからその面白い人はたくさんいたことも思いました。自分の師匠である井上裕太さんとグランプリに出て一緒に走りたいっていうことが目標です。まだまだ力はないんですけども、一生懸命コツコツやって大きい選手になれるように頑張りますので、よろしくお願いします。